ステァン・ファディ、ヘルシンキの2007年大会にて、ステファン・フィリポビッチ、ベオグラードの2008年大会にて、モンテネグロのユーロビジョンソングコンテストでは、モンテネグロにおけるユーロビジョンソングコンテストについて述べる。モンテネグロは2006年に独立国となり、2007年大会から独自にユーロビジョンソングコンテストに参加している。 モンテネグロはユーゴスラビア社会主義連邦共和国の一部として1961年大会から1991年大会までユーゴスラビア連邦共和国の一部として1992年大会にそしてセルビア・モンテネグロの一部として2004年大会と2005年大会に参加している2005年大会ではセルビア・モンテネグロ代表として モンテネグロ出身のノーネームが選ばれ、ノーネームが7位と検討した。また、1983年大会にはダニエル・ポポビッチが、1984年大会にはブラド・アンドイ・ソルダが、それぞれモンテネグロからユーゴスラビア代表として参加した。モンテネグロは2006年5月21日に独立を宣言し、翌年の2007年大会からは独立国として、 独自にユーロビジョンに参加し始めた。しかし、モンテネグロのデビューとなる2007年大会では、決勝進出を果たすことはできなかった。2019年の時点で2010年大会と2011年大会の2年を除き出場しているが、決勝に進出したのは2014年大会と2015年大会の2度のみで、ある。モンテネグロに高得点を送った国々に、 モンテネグロから高得点が送られた国々中得点の合計は決勝の時のもののみであり準決勝のものは含まない。ありがとうございます。